よし。へえ。む。おい。おーい。よし。帰るとするか。リュウジやアンドナの影に隠れてるが、お前も前歴のせいで有名人だからな。くれぐれも注意しろよ。おい囚人、聞きなさい。お待ちしていました。
囚人。それでは、ならば、どうするのだ。ほう、案内なさい、囚人。ほう、なんだと？ぼさっとするな。まさか。よし。いいか。仕方がないですね。おい、
宙は体験できなかったが、味は悪くなかったぞ。味よりも、あなたはおまけの宇宙船に興奮していたようですが。うるさい！ジュスティーヌこそ、あのピクルスとかいうの残したくせに。あれは地球の食べ物ではありません。おそらく宇宙生物の卵か何かでしょう。何？そうなのか？確かに味は悪くなかったが、というか結局正体は何なんだ。私は食べてしまったぞ。落ち着きなさいカロリーヌ、そろそろ本題に入らなければ。まあ実際に食べてみて分かった。バーガーで宇宙を再現するのは限界がある。おまけで宇宙を提供するとは姑息だが、これはこれで認めねばなるまい。今回のお題に答えたこと認めてやろう。報酬はこちらです。今後もこの調子で励めよ。構成に役立つ場所は他にもたくさんあるからな。しかし外の世界にはお店というものがあるんですね。対価を払うことで様々な欲望を満たすことができる場所。興味深いな。研究の余地がありそうだ。まあいい。囚人、ご苦労だったな。本日最後の刑務として我らを送り届けろ。暑くないか？なあなあ、情報を募集しますだって。校長が貼ったらしいよ。気づいたことがあれば生徒会長へ相談してください。相談って何でもいいのか？つうかなんで生徒会長に？校長と関係なくね？新島さん校長のお気に入りだし、それで頼んだんじゃない？答えてごらん。これだ。その通りさ。じゃねえか。
会長、あの刑事どういうことですか？あれは校長が勝手に。早速相談が届いてます。脅迫されてる生徒がいるらしい。怖いので何とかしてください。え？弱みを握られてお金を要求された。警察にも相談できず困っている。これって渋谷で噂になってる犯罪のことじゃ。うちの学校にも被害者がいるんですね。私たちどうしたら。生徒会の仕事じゃないですよ。僕らだって怖いし。昨日校長に呼ばれてましたよね。何も聞いてないんですか？いや、そのわからない。今日は校長が不在なの。明日確認してくるから待って。まあ会長がそう言うなら。混乱させてごめんなさい。大丈夫、私が何とかする。だから心配しないで。なあ、チャンスだぞ。するか。おう、帰ったか。よし。
なあなあ。じゃあ、君。これだ。正解、すごいな。生徒のこと探ってるらしいね。気になることでもあるのかな。鴨志田先生のことじゃない。鈴井さん絡みのあの話。校長もセクハラのこと知ってたのに放置してたんだって。きっともみ消すつもりなんだよ。バレー部とかに口止めしてるって聞いたし。最悪。それで新島先輩を使ってるんだ。そうそう、生徒会長もグルだって噂。いい子ちゃんの顔してひどくない？新島先輩も知ってた。どういうことですか校長、勝手にあんな掲示を。私の計らいだよ。広く情報を募れば調査がはかどるだろうと思ってね。それで例の件につながる話はあったかね。はあ、何かあればこちらからお伝えします。今はそれよりも囚人学園内に犯罪組織に脅されている生徒がいるようなんです。うん？掲示を見た生徒から相談があり、対策をお願いできませんか？何かの間違いでは。我が校の生徒に限ってそんな。怪盗騒ぎで生徒が混乱してるとか困るんだよ、こんな時期に。ですが現に相談が。
私は忙しくてね。どうしてもと言うなら君が解決してくれ。あ、論点が変わってませんか。例の件の調査もありますし。そうだ、ちょうどよかったじゃないか。やはり私の狙いが功を奏した。犯罪集団つながりだよ。その犯罪組織とやらの話を追えば回答の手がかりも得られるに違いない。そんな無茶苦茶な。仮にだよ、仮に本当だとしてだ、君は困っている生徒を見過ごす気かね。それは君のお姉さんが君の立場だったらきっとうまく解決するだろうね。私は君にとても期待しているんだ。いい報告を待っているよ。Yeah.